なんかでも人が復活して聞いてるからすごいですよね。なんか前さんなんかコメントないですか。寿司何ヶ月ぶりですか。寿司もだってこの前も食わんかったから。俺も日本でやるともう変わったって言ったら、ブータン料理とか、はい、ブラジル料理とか、もう変わったら日本料理、中華料理とかってなると、そういう料理変わった国の料理屋か、はい、居酒屋しか行かない。でも寿司とかどのぐらいぶりなんですか。いや寿司屋はだってモルディブでも食ってたで。ああ、そうなんですか。週一で、お客さん用のブッフェのレストランとか週一で晩飯を行けるっていう権利があったから。へえ。これマグロの寿司とか。マジっすか。すごいですね。やっぱ超スーパーなんかやっぱり高級リゾートのお皿が流れてます。人が戻ってきてます。